クイズ。今時の日本は、1989年4月13日から、同年9月28日まで、テレビ、東京系列で放送されていたテレビ、東京制作のクイズ番組である。放送時間は毎週木曜20時20時54分。一般からの参加者200人が、スタジオでデータランキングをもとにしたクイズに挑戦していた視聴者、参加型番組、他に、 ゲストの芸能人3人もクイズに参加していた。毎週放送のレギュラー番組で回答者が200人というのは1969年に TBS 系列で放送されていたラッキークイズサードッチの300人に次ぐ記録である。司会は土井マサルが務めていた。番組収録は当時日系電波会館内にあったテレビ東京の第1スタジオで行われていた。 前述の通り、クイズに挑戦するのは、一般からの参加者200人と芸能人3人。一般回答者は赤、青、黄色の手袋のついた紐をもらって、観客席に座り、芸能人回答者は回答者席に座る。クイズは、前後問。オープニングの直後には2択問題が、その後は3択問題が出された。一般回答者は正解だと思う。 色の手袋を右手にはめて挙手し、芸能人回答者は正解と思う、色のボタンを押す。答えの発表後、正解者の首に、例がかけられた。全問正解した回答者には、出場回のテーマに即した豪華商品が贈られ、時点成績の回答者には近日クイズが出された。全問正解者が出なかった場合、その回での最高得点を出した者たちに、 近似値クイズが出され、フリップに書いた答えが正解に、内輪で近かった回答者に商品が送られた。ありがとうございます。